5月29日開催、マルエク基礎、情報とエントロピー入門のショートムービーの第8弾です。今回はクロスエントロピーを前回見たクリストファー・オラーの、あの、エントロピーのグラフィカル表示ってやつで、あの、クロスエントロピーを見てみたいというふうに思います。 クロスエントロピーっていうのは、まあ、2つのエントロピーのクロス交差エントロピーとも言いますけれども、えー、と関係を見るということです。前提として、まあ、今あのメッセージのエントロピーを考えているんですけれども、あのー、そのメッセージであの、まあ、アルファベットが出現頻度が異なる2つのグループがある。 というのを想定します、まあ、この辺だと例えば犬好きの人のメッセージだったらドッグっていう言葉がたくさん出てくるだろう。で逆に猫好きだったらドッグはそんな出てこなくてキャットが多いだろうというふうにまあこれをドッグの方 P あのキャットの方 Q というあの確率分布 与えられたとしますで前回見たようにあの犬好きのグループ、まあ、この二分の1ドックが二分の1過半数ですねででキャットが四分の一というような分布が与えられたときにあの一番大きな分布この例だったらドックのところに一番短いコード0を割り当てます。 でそれから2番目に大きいキャットっていうところに2ビット10っていうあのコードを割り当てます。で、一番確率が少ないフィッシュ、バードに110、111というコードを割り当てます。で、この0、10 11、110、111こういうの,あのこういうふうに可変調のビットを与えることによって でえっ、ー、とまあこれ4つのもの4つのまあ犬猫魚鳥なんですけれども区別するのに4つのもの普通だったら2ビットを使えば良さそうに思いますけれどもでこういう可変調のコードを使うと実はそのエントロピーを HP として計算してますけれどもでこれは1.75。 ビビッットトになって2ビットより小さいんですねだからあの犬好きのコ,あのコミュニティがあってその中でメッセージをやり取りするとするならばこの可変調ビットを使った方があのメッセージのビット数は少なくできます。でこれはあの猫好きの場合であの先ほど同様に一番分布が大きいキャット。 ののと,ところに2番目に分布があの確率出現の確率が高いフィッシュに2ビットの10っていうコードを割り当てます。でそれ以下のやつは3ビットなんですけれども3ビットが含まれてもこの3ビットは実は出現の確率があの小さいので固定調の2ビットであるよりも えっと、この例でもそのエントロピーを計算しますと、えっ、ー、と、1.75というふうに2ビットより小さくなります。これ実は先ほどの1.75と同じですね。なぜならば、これ先ほどの犬のグループも猫、ね、のグループも同じように2分の1、4分の1、8分の1、8分の 1, 1っていう分布を使ってるんで、で、これはだから先ほどのあの図形と、あの、 長方形の面積っていうかその四つの長方形をまあ順序を入れ替えただけで全体の面積は同じになりますね。でそういう意味ではあるあの分布が与えられたとき同じ分布だったら同じエントロピーの値を持つというそれは当然のことですね。で今,今回のテーマは実はクロスエントロピーっていうものなんですが、えっとこの二つの分布を持つあの。 グループの間でメッセージの交換をするときにどういう手間がかかるかどういうビットが必要になるかというものとして今は考えています。で、この H あのサブ P の Q、H の Q の P この小さな P は使われるコード、Q はあのメッセージを送る側の文法を表すのを思えばいいと思います。で、これはここにあの定義があるように QX、あのー、PX 分の1で、まああのー、エントロピーの定義の中では PX ログ PX 分の1なんですがその頭の P のところが XQ に変わってると思えばいいです。だからこれ、まあ、当然クロスなんで P と Q がクロスする。 というやつで、その確認変数が2つ、2種類出てくるということですね。で、もうちょっと具体的にどういう分布かって見てみようと思います。これは要するに、あの、犬を、あの、たくさん品質するグループと、猫をたくさん使うグループ。 で、それが、あの、言葉は違うんですね。ドッグを指すのに犬語の方は0で1ビットで表すけれども、猫語の方では犬は110、3ビットかかりますね。で、まあこれは猫語のクラス、猫語のグループは、あの、ドッグっていうのはあまり使わないからですね。で、問題は、この2つのグループがお互いにコミュニケーションしようとしたら、 どういういコードが使われるかって話で、すねでここの例は、あの、犬のグループからアリスのグループへメッセージを送る。アリスのグループに受け取ってほしいわけだから、当然、猫語を使うしかないんですね。で、これで、あの、だから、犬語でコード0っていうのは、猫語と、 だと110で表されますしあのー、犬語で10ロというのは猫語で0になります。で同様にあのー、犬語の110は10、あのー、ビット数変わっちゃうし増えたり減ったりするんですよね。こういった場合要するに猫語のあの変、ー、更コードを使ってで犬の方から送るっていう時のあのー エントロピーをというふうふにありますこれを計算すると、ここにありますが、2分の1かける3、プラス4分の1かける1、で、8分の1かける2、8分の1かける3で、これ計算すると2.375になります。違う、増えましたね、だから、先ほどだから2ビットじゃなくて1.75ビットでできるだろうって話をしたんですが、で、まあ、これ、違う言葉は。 犬のこと犬のグループから猫語を使って、猫の,あのコードを使って送り出すというので、こういうことが起きます。で逆に、あの猫のグループから犬のグループに、今度は犬語を使ってメッセージを送る。それは HQP ですねで。これはこういうふうな図形になって、この面積を求めれば2.25というふうになります。 でまあ、今までのとかまとまるとこういう形であのクロスエントロこれは P と Q2 つの分布が与えられた時にあのどちらのコードを使ってどちらからあのメッセージを送るのか受けた方があの分かるメッセージを送らなきゃいけないんで,でそういう時にクロスエントロピーっていうやつを使います。でまあ,あのこの1.75自分に最低 あのグループ内だけで話をするときには最適のコードを使えばいいんだけれども一般的に相手に合わせて違うコーディングのメッセージを送ろうとするとあのエントロピー必要なビット数、まあ、メッセージの長さでもいいですか、長くなっちゃいますねでこれは必ずしも H の QP と H の PQ は対象じゃなくて H の QP は 2.375H の PQ は2 3 2.25ですから、あの、Q と P に関しては対象ではないです。それはそれぞれの確率分布、P の分布、Q の分布によって違うわけですけれども、まあこういう形で、P と Q という2つの分布があったときに、それのクロスエントロピーはこういう形で図形で表現されるということです。で、今、ちょっとあのー、クロスエントロピーは元のエントロピー化の最小のエントロピー、 よりはあの大きくなるって話をしましたが、えっと、実は大事な相対エントロピーって概念があってその相対エントロピーっていうのはあのちょっと膨らんだクロスのエントロピーから元のエントロピーを引いたものだから HQP から HP を引いたものあるいは HQ から HPQ HQ から H Q を引これも,ううも図形で出すと分かりやすくて HQP あるいは HPQ はあの元の HP あるいは HQ はでかいんですねでその差の部分を相対エントロピーというふうに言いますで今回は相対エントロピーの詳しい話はできませんがあのこれもとても大事な概念でまたあと別な機会に。 この話はしようと思います。